皆さんご視聴ありがとうございます。つくもの坂田です。つくもの隼人です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は新しい企画になります。なんと、はい、なんと新メンバーも加え始まる始まります。何が、まあ、勝手に三大丸々を決めようという世界三大丸々みたいなもんよ。あ、言ったら、まあ、例えばこう三大珍味とかあるじゃない。はいはいはい。そういう感じで俺らのもう主観に基づく三大丸々を決めていく。俺ら、あくまで俺らの三大、そう、あの賛否両論あると思うし、これがいいんじゃない、あれがいいんじゃないっていうコメントでそれを言っていただくのは全然いいんだけど、もう全くブレずに俺らの三大を決めていくっていう。でですね、今回最初のテーマがですね、男が本当に喜ぶプレゼントベスト3。男が喜ぶプレゼント、はい。まあこれを大体10分ぐらいこうフリートークで話して、最後にバンバンバンと3つ決めると、はい、女性からもらって喜ぶ、そう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 、はいはい、女の人からもらって、まあ、正直あるじゃん、あこれかそうみたいな、まあ嬉しいんだけどね、プレゼントもちろんもらうの嬉しいんだけど、あこれ選んだのねっていう時あるでしょ。あるでしょ、あるでしょ、あるでしょ、あるある。そうそうそう、女性側目線の、まあ、あげて喜ばれると思ってるものとズレがある。男がもらって本当に嬉しいの、本当に使えそう。そうそう、ズレがある、ズレある。しかもまあ相手がねどんな人かとかねよるけどね、うん、一応ペルソナ設定する、あ、いたしようか。社会人2、3年目、2、3年目がで男女で、で男側が営業、うん、女性はだから公務員とかにしようか。固い、固めでいこうか。うん、それで一回一回ちょっと決めていきたいなと。そうですね、うん、じゃあいきますよ。はい、スタート。はい、10分か。これ編集でここで10分出てた。ああ、この辺は、うん、タイムをストップ、ストップでいく、タイムかかる。そうそう、まあ営業マンだって仕事に役立つアイテムでもいいし、まあプライベートで部屋とかに置けるものとか。ああ、部屋に置けるのいい、いいね。まあ多分結構泊まりまくってるでしょ、25の男女だったら。最同士ならもう週3や、週3泊まり、そんなもん多分ね体験談ではございませんじゃない、ね、まあ、週1とかね、まあまあ週1以上が多いんじゃないかな。あるだろうね。で平日も全然泊まれるもんね、都内とか同士だったら。一緒に使えるやつとか、まあ、部屋に送ってあって、まあ安価なところから、安価なところから行くとディフューザーとか。ディフューザー、ディフューザー、え、これ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 どういうやつ、加湿器とか。じゃあじゃあじゃあ、あのよくさ丸い瓶にさ棒が突き刺さってるやつ。ああ、匂いの方ね。匂いの方のディフューザーね。匂いの方、加湿器じゃない方のディフューザーじゃないです。あ、アロマディフューザーじゃない本当のディフューザーのフランフランとか。ああ、はいはいはい、わかるよ。え、でも100均でもあるよ。100均でもあるってなると、まあでも100均はプレゼントしないもんな。まあ相当安いけどね、これは。あ、そうなんだ。正直ね、いくらぐらいなの。安い、もう、まあ2500円ぐらいって相当高い、これ。ディフューザーの中ではね。ディフューザー界で。ああ、そうなんだ。まあだからいい感じだよね。でもそのぐらいお手軽なプレゼントができる関係っていいよね。いいね、うん、何の気なしにできる。そうだね、ディフューザーか。そんで、でも欲しい、ある。俺結構ある、家にある。そう、300円なんですよ。ああ、まあでもそういう感じになるよね。それでも買えるもんな。だプレゼントってさ、その欲しいけど自分だとなかなかなっていうところがいいんですよ。いや、相手からしても新しい開拓地、うん、だからこのなんか、じゃあサトシ君は普段白い T シャツしか着ないんだけど、私がもうレインボーの服プレゼントするからこれ着てみたいな。あ、新しい可能性を出してくるっていうのもあるよね。でもレインボーの T シャツもらって着る？でも部屋に飾る。意味ねえじゃん。大切だから飾ってやる。あ、まあまあそうよね。でも匂いでいくと香水とか。ああ。ブランドの香水とかでいくから。そうね。ブルガリとかね。ブルガリ。中学生の私の。ごめん、確かに。ドンキでもうバク売りしてるやつ。バク売りしてるやつね。ブルガリね。あー、いやー、でも俺香水つけないからさ。ああ、普段ね。そう、てか匂いがあんまよく分かってないから、ずっと鼻詰まってるから俺常にね、常に鼻詰まってるから俺、鼻炎で。だから家のそのディフューザーとかも置いたことないし、ファブリーズとかも匂いつくやつあるじゃん。うん、じゃないからね。あの無臭、無臭にする方、炭が、そう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 、にしてるから、
匂いへのこだわりがない人に対して、うん、ディフューザーを例えば送られたとするじゃん、うん、じゃあ、やっぱ俺の部屋ってちょっと臭いのかなってなっちゃうの気になるわ、うん、うまいうまいうまいってなる、あ、ごめん、あ、って気をつけよう、うん、気をつけようってなる、あえてそれを伝えたいんだったらそれいいかもしれない、うん、ディフューザーちょっと違うな、家具とか、あ、掃除機とか、あ、それめっちゃ嬉しいね、だから実用性ある方が嬉しいの、実用性ある方がね、嬉しい、ぶっちゃけそうだね、掃除機は実用性今めっちゃ高い、めっちゃ欲しいちょっといいやつでしょ、だからそう、ちょっといいやつ、あの布団もさ、いけるやつとか、ね、ああるね、レイコップみたいなやつね、そうそうそう、でも、結構いくぞ、そしたら行くか、急に行くか急にじゃない、だってさっきのディフューザーいいやつでもまあ2,000円、そう、3,000円ぐらい、え、桁違うじゃん、確かにそうそう、1万じゃ買えないでしょ、行か、行くね、超えるね、普通にだってダイソンのちょいの真ん中レベルで5万とかしょ、5万ですよね、それもらった時はちょっと引くわ、次回の向こうのプレゼント誕生日やばい、結構上がるね、したらだって男の方がちょっと金額出してお返しするみたいな流れあるじゃん、風潮だね、うん、世の中の流れ、世の風潮はね、俺はそれも崩してくれよ、もうあんま気にしないから、うん、思うけど、まあ相手はやっぱその風潮通り期待してて、そこで5万渡すってことは7万のやつ欲しいときよ、投資として5万だから、それさっきの先行として5万だから、私の時に7万の財布買えるとか、財布とかもあるだろうし、それこそ別に7万のダイソンでもいいよ、確かにね、こっちが欲しいけど1個下を送っといてっていう人がいる、中にはいる、中にそんな人ばっかりじゃない、うちのリスナーさんにはそんな人いないけど、そんな人一切いないけど、でもまあ一つポイントは分かってる、実用性がある、実用性ある、実用性ですね、でもちょっといい枕とかよく、ああいいかもしれない、ちょっといい枕って結構すんだよ、2万ぐらいすんだよ、もう自分も使う可能性あるからね、そうそうそう、女の子が泊まりに来た時にも全然使えるし、だからちょっといい枕いいかも、まあ、俺が今枕ない生活してるから、確かに枕への渇望がえぐいって言わないけど、枕のこだわり一つ言っていい、端から端まである枕しか使わない、え、何の端、あのベッドがここですか、フレームからここまでの枕、アメリカスタイルね、アメリカスタイル、うわ俺逆だわ、これうん、自分の幅でキャパシティ、自分のこれぐらいでいい、だからそうするとさ、さその一緒に泊まった時にさ、あの二人とも谷間のところにちょっとこうなるからさ、あーそういうことね、それはそれでいいじゃん、それも楽しめる、谷間で出会うみたいな、谷間で出会えばいいじゃない、それゴリヒルと飛行していくみたいな感じで、あっあってこうあってなった時沈むけど、え、だからいいね、沈んだ先で何かが起こる、ああそれは何かが起こると思った、まあでもまあ掃除機から枕ってなるとまあだいぶ実用性あるよな、ドライヤーとか、ああドライヤーちょっとしょぼいわ、いや別になんか値段じゃないけど、値段じゃないけど、ね、ドライヤーってさ、まああれだ、例えばドライヤーとかってバレンタインとかホワイトデーとか、そのくらいのコプレゼントね、コプレゼント、コプレゼントの時はいいかもしれない、コプレの時に、コプレの時にちょうどいい、コプレの時におすすめです、ドライヤーはね、ドライヤーは相当いいと思う、コプレの時は、まあ、いい、でも俺はだからこの間誕生日でもらったのは、うん、エッピンガーのあれキーケース、あれは嬉しいよね、だって単純にあれは欲しいと思ってたから、うん、なんか欲しいのあるって言われた時に絞り出して、あ、そういえばあれ欲しいと思ってたなっていう、キーケース聞くパターン、聞くパターンね、こっちからリクエストするパターン、そうそう、聞いてくれたらリクエストできるけど、そっちの方が無難ちゃ無難なの、でも、でも女の子は大体サプライズ性を求めてくるよ、あ、結構ね、いい人なんだけど、誕生日に関してはもう申請制、うんうん、依頼制、うん、これのこれのもう URL ね、何何そう、色はもうブラジリアンブルーですね、うん、聞いたことないけどね、その色俺もじゃあなんで言ったブラジリアンブルーですぐらいまでね、そう、もう全部ピーって言う、これが欲しいんだと、あ逆にクリスマスは持ったと
例えば予算が1万円で予算が1万円でお互い1個でもいいし7個でもいいから1万円ずつをそういうことね。ああもう縛りを設けてあとはサプライズと。ああその方法いいかもしれないね。結構おすすめです。確かに。だからそうなった時に選びづらいからってこの動画見てるから。確かに。アイテムよアイテム。俺らがもらってるじゃない。やっぱ言うとあの休憩さあたりの革小物はプレゼントしやすいし、やっぱなんかプレゼントと言ったらみたいなイメージあるけど、でも究極財布とか俺難しいなと思ってて、財布はね鉄板だけどむずいみたいな。そうそうそう、俺なんで鉄板なのか分かんないよ。だって使ってるやつは絶対あるわけや、もうもともと持ってて、新しいのもらって買えるけど買えるよ、戻したくなる時の方が多いもん。ああそう、今まで俺は結構こだわって選んでる、こだわって選んでる、これがいいっていう風に買ってるから、じゃないやつやられても、なんなら俺それ選択肢にあったけど除外したやつやねんの時あるやん。ああ確かにね、うん、だからまあでもそれは自分のね新しい可能性を見せてくれるっていう意味ではいい、ね、いいんだけどね、結局いいんだけど嬉しいけどね。ヒゲ剃りとか、ヒゲ剃りいいわ、あんま使ってないけど、電動のとこでしょ、そうフィリップスでしょ、いいやつでしょ、使ったことない、めっちゃいいよ。いや俺使ってるけど、ああじゃあヒゲ剃りとか結構いい、ヒゲ剃りいいかもしれない。あヒゲ剃りいいよ、しかも自分だとねあれ結構すんだよあれも。ああそうなんだ、どんくらいなの相場。いや多分安い、10分経ったわ、早いね。まあまあ10分経ちましたから ね、ベスト3を決める方式で今回やってるんでね。ああじゃあ3つ、3から話し合って決めて、じゃあ、これだからお互いの合意が取れるまで話す。10分の制限意味ないけど、いやいや、これ試行時間10分。あ、なるほど。で、今出た中から3分。じゃあ3位は掃除機。掃除機です。2位はひげ剃り。素晴らしい、ひげ剃り素晴らしい。では、堂々の第1位は名刺入れです。出てなかったけどね、今までの会話何だったのってなるけど、いいよ、おすすめは。え、なんで名刺入れ1個持ってるよ、大体。いや、一つね、見落としてる。俺、見落としてる。見落としてる名刺入れに対して、うん、相当好きだよ、名刺入れとか。彼は、サトシは、うん、あ、パイプソナね、営業職やん。はい、まあ、名刺入れよく使うからな。使うでしょ、まあ、会社に1個置いとくよ、でもいいよ。あ持ち帰ってなんかカバン変えて次の日忘れちゃったとかある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 、よくあるわそれ。オフィスに置いといて急に来客来た時にパッて持っていけるよとか。ああ名刺は確かにそのいっぱいもらうから、そうそうそう、紙は両方に入れとく、もちろん名刺は。そうだよね、うん、し人からもらうのもいっぱいあるから瞬殺でパンパンになるじゃん。瞬殺でパンパス。確かに名刺入れいっぱい持ってるっていうネタにもできるから、うん、アイスブレイクですから営業職頑張っての意味も込められる、うん、そうだね。はい、ということでもうこの2人が選ぶプレゼントもらって嬉しいものは1位、名刺入れでした。じゃあ皆さんもあの今後多分バレンタイン、ホワイトデー、あとは新学期とかが始まるからね。確かに新社会人の人もいるだろうし、ね、4月からね、4月からさ、そういう初々しい人たちがね歩くわけよ。おめでとうございます。おめでとうございます、本当にね、そういう人にもなんか確かにぴったりの時期的にもいい感じになったんじゃないでしょうか、うん、ということで参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。